山から引いている水が2月になって急に出なくなっちゃったんです。芽が出てきたということは計画している肥料まきをすぐに行わなければいけません。じゃあこれからどうするのという話ですが、今年はビニールを、はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。本日のテーマは昨年12月以来のアスパラ農場からの実況中継です。今日は4月17日ですが、約4ヶ月ぶりの実況中継になります。今日はいろいろお話しすることがあります。結論から言うと、当初の予定通りに全く進んでません。もともとの予定であればビニールハウスは完成し、すでに春の収穫が終了しているはずでした。でも今はビニールは貼られてないし、アスパラはようやく新芽が出てきたところです。一体何がこんなに予定を狂わしたのか、これから何をするのか、そんなお話を今日はしていきます。この動画を最後まで見ると、全く予定通りに栽培が進んでいないアスパラ農場のドタバタの様子がわかります。動画の最後にはビニールハウス農家にとって一番大事な水の確保についてお話しします。ぜひ最後までご覧ください。まず予定を大きく狂わせた原因からお話しますね。それは山から引いている水が2月になって急に出なくなっちゃったんです。ビニールハウス農家にとっては水の確保というのは生命線です。ビニールでハウスを囲ってしまうと雨水はもう入りませんからね。水の確保ができない以上、これ以上ビニールハウス建設を進めることができなかったんです。天井のビニールをかけることができないので、アスパラの新芽を出すための地温を十分確保することにできず、4月上旬の収穫はできなかったということです。畑に引いているこの山の水は、元はというと僕のじいさんとばあさんが50年以上前に近所の仲間たちと一緒に山から引きました。引いてある管はもう老朽化してますし、水源の水量も年々少しずつ減ってるみたいなんですよね。ですからもう設備的にちょっと限界が来てるのかもしれません。少し前に水道屋さんに見てもらって、今は水が出るようになりましたけども、聞くとこによると、同じ時期に山から水を引っ張ったご近所さんは同じようなトラブルを抱えてるみたいです。今後の水の確保については動画の後半で少しお話します。水が止まったことで予定外のことが起きたので、それをお話しますね。一覧にまとめたので順を追ってお話します。まずビニールハウスの完成ですが、先ほどお話ししたように完成できませんでした。じゃあこれからどうするのという話ですが、今年はビニールをかけないことにしました。理由はビニールの劣化と収穫期間を考えてのことです。これどういうことかというと、ビニールは一度かけてしまうと紫外線でどんどん劣化していきます。今年の収穫期間はもともと5日から1週間、それ以降は来年に向けて根っこを育てる期間になります。春先北海道で一番早く出荷できることを狙っていたのですが、それができなくなりました。一番良い時期に出荷できない今、ビニールの劣化と天秤をかけた時に、今年ビニールを張るのは得策ではないという判断をしたんです。根っこの育成であればビニールをかける必要はありませんからね。2つ目の予定外は、新芽が思ったより早く出てきたことです。ご覧のように畑のあちこちでアスパラが出始めました。これ一昨日の夕方に気づいたんです。これも予定外のことで、ビニールをかけなければ新芽が出てくるのはゴールデンウィーク明けを想定してました。つい最近も朝早くは地面が凍るなど十分に地温が上がってないと思ったからです。アスパラもみんな紫色ですよね。僕のアスパラはグリーンアスパラなんで紫のアスパラではありません。この紫はアントシアニンの影響で寒いと出ると親方から聞きました。つまりグリーンアスパラが新芽を出すには少しタイミングが早いのです。芽が出てきたということは、計画している肥料まきをすぐに行わなければいけません。今出ている芽は去年の秋に根っこに蓄えた養分で芽が出てきてますけども、この養分がなくなるともう芽を出すことはできません。ですから今のうちに肥料をしっかり入れなければいけません。僕は肥料を2回に分けてまく予定なのですが、実は今朝5時半から1度目の肥料まきをしました。今もうすでに雨が少し落ちてきますけども、今日は雨予報だったので早朝から肥料まきをやったんですね。一昨日の夕方に新芽が出てることに気づき、昨日は1日除草して、そして今日の朝1回目の肥料まきをしました。もうドタバタです。
これも予定よりも3週間も早く新芽が出てきてしまった影響ですね。新芽が早く出てきたことにより倒伏防止資材の設置も急がねばなりません。アスパラは倒れやすく、倒れると雨水の跳ね返りでついた泥から病気がつくとも言われてます。ちなみにアスパラは収穫が終了したら木のようにして生い茂らせて光合成をさせるんですね。その養分を根っこに貯めて来年の新芽に備えるんです。去年は簡易の倒伏防止で済ませましたが、今年はアスパラネットというアスパラ専用の倒伏防止資材を購入予定です。これも急遽楽天で購入しました。この倒伏防止資材の設置も当初は5月中旬くらいを考えてたんですけども、予定が早まったことで即購入に踏み切りました。こんな感じで一気に作業を進めることになってしまいました。ちょっと雨が強くなってきたので、残りはビニールハウスの中でお話します。このドタバタ劇の原因になった山の水が出なくなった問題ですけども、これは結構重要な問題です。施設の老朽化や水量が少しずつ減っていくのは年々進むことなので、今のうちから手を打っておかなければいけません。そこで僕は自分専用の井戸を掘ることにしました。ここは幸いにも近くに川が流れてますし、隣の家もそのまた隣の家も自分で井戸を掘って生活をしてます。まだ数年は山の水が持つと思われますけども、僕は30年以上は農業をやるつもりなので、今のうちに水の確保をしっかりしようと決断しました。決断した理由はもう一つあります。これは農家の後継者問題と似てる話なんですけども、近所の井戸掘り職人さんが次々に引退している現実があります。実は今回お願いする職人さんも今年を最後に引退を決断されてます。今年他に2つ井戸を掘る予定らしいんですが、僕は去年から相談をしていたので急遽3つ目に加えていただけることができました。僕の知ってる限りこの辺りの井戸掘り職人さんはもう最後の一人のようです。今年掘らずに来年以降井戸を掘ると決断した時は、他の地区から井戸掘り職人さんに来てもらう必要があります。そうなるとどこかを通して探さなければいけないので、費用も相当膨らむと思うんですよね。今ならこの地区を熟知している職人さんに直接お願いできるのも今回の決断の大きな要因です。着工は4月下旬、井戸の水を使えるようになるのは5月中旬ぐらいを予定しています。それでは本日の紹介終了です。このチャンネルは普段は僕のちょっとしたこだわりや工夫、いわば農家の裏側を少しずつ紹介します。今後も農家の裏側を見てみたいという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さようなら。